めての出張放送の場所からまたお送りしております。よろしくお願いします。最近ちょっと出張が多いですね。あ、すごい、めっちゃ私がまるで部屋でくつろいでるみたいな感じに映ってますが今日は、初めての出張場所ヒトキンスタジオからお送りしております。よろしくお願いします。今日もね、ゲストさんいっぱい来る予定になっておりますので、どんどん呼んで進めていきたいと思います。はい、まず最初に紹介するのは放送技術加茂雄三さんです。はい、今日もよろしくお願いします。まだマイク準備できてないそうです。はい、放送は加茂雄三さんです。はい、そして MC ポンコです。他ゲストたくさん来ますので楽しみにしててください。遅刻来るんだろう、楽しみ、誰が来るんだろう、楽しみですね。今天の声が入っておりますけれども、はい、僕の声も入りました。入りました。はい、はい、キャモンさん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日の水曜ポンコス TV はちょっと金曜日にねやらせていただくことにしました。ちょっと水曜日だと、来てほしいゲストさん、あ、金曜ポンコス TV だ。そうです、今日は金、まあ特別版なんで金曜ポンコス TV なんですけど金ポン、金ポンですね、金ポン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 、そうです、今週はカモ、カモ、始まったカモさん、金ポン、カモさん、金ポン。今日はカモ、カモさん、金ポンでお送りしたいと思います。ちょっとゲストの通称デブコンでいきましょうか。なんだって、なぜ、大丈夫、わかりました。うん、いいね、今日も回転、いいね、上手いね、これ。ちょっとね、ゲストさん来てほしいので、今週はちょっと金曜日ということにさせていただきましたので、皆さん会いたいゲストの方がね、あ、チャットが見えてなかった、いっぱい来ると思いますので楽しみにしていてください。はい、今週のテーマなんですが、前回先月に行われました、PP 撮影会&ライブのモデル&アーティストのお気に入り発表会ということで、やろうと思っておりますので、カメラマンの方はね、ぜひ見ていただいて、どれがお気に入りだったのか楽しみにしておいていただければと思います。はい、ツイキャスもやるって告知したんですけど、まだやってないんですけど、でも今考えたら、あのツイキャスでやると作品が流せないんですよ。うん、作品流せないけど、やっていいのかな、やった方がいいかな。じゃあ一応やりますか。可愛いんだからやっちゃう。よし、なんかわかんないけど煽りが入ったの、痛い、ごめんなさい、大丈夫、今ちょっと映ったよ、ごめんなさい、あのピアノにちょっと激突しましたが、一瞬からね、今バッチリ取られましたね、バッチリ取られましたね。ちゃんと今日はですね、このスマホホルダーも持ってきましたので、ツイキャスも始めたいと思います。あ、入んない、なんだって、ちょっとほらタイムラグがある、あ、そう、タイムラグがあります、そうですね。じゃあとりあえずツイキャスを始めて、ツイキャスを始めてからもうゲストさんバンバン呼んでいきたいと思います。はい、ツイキャス電池がなくなっちゃうかな。あ、すいません、これだけ貸してください。私の、すいません、これがでっかいんで入りませんでした。あれ、あ、倒れちゃった。ダメだ、これの方がいいんじゃない、これ2メートルあるよ、大丈夫、2メートルもあるんですか、2メートルの方がいいですよね。うん、明らかにいいと思うんだけど、じゃあ2メートルにします。みたいなじゃあこれをもらって、普通に、すいません、こういうところでね、セッティングをしてるっていう、ニュース番組だと、ダブラブでやってる、うん、生放送だからね、だいたい多分ね、皆さん喋り声で誰が来てんだなっていうのもだいたい分かってると思うんですけど、だいたい分かってるメンバーが来ております、今日誰ですかね、誰ですかね、誰なんだろう、誰でしょうね。ツイキャスはちょっと画角が、画角が難しいので今のは何キャラだったんでしょうか。はい、あ、おお、こっちだいぶ、あ、何これどうしたらいいの、これこうだ、うん、これ番組始まってんだよね、始まってます始まってます、はい、あ、
はい、キャスも始まりましたので、まともに番組を始めたいと思います。よろしくお願いします。というわけで今日は、PP 撮影会&ライブのモデルお気に入り発表会進めていきたいと思います。ゲストさんいっぱい来てくれてるので、作品もいっぱい発表しなきゃいけないので ね、 そうですね、時間がちょっと押す可能性が高いので、ま、ガンガン進めていきたいと思います。はい、ではあ、ツイキャス誰も映ってないじゃんね。ではまずですね、やっぱり皆さん出てほしいのはモデルさんでしょうということで、当日 PP 撮影会&ライブの撮影会の方に参加していただきました。モデルさん今日来ていただいております。お呼びしたいと思います。どうぞいらっしゃいませ。はい、ツイキャスがあれです。で、ユースのカメラがあれです。はい、来ていただきましたモデルまなみちゃんです。よろしくお願いします。変なのが本気前進してますけど、おっさんやってた、酔っ払ってる、何やってんだよおっさん。まなみちゃんありがとうございました。はい、先日はご参加いただきましてお疲れ様でした。PP 撮影会初参加でライブの時はちょっとね、はい、いられなかったので、はい、ちょっと残念ながら会えなかった方も多かったと思うんですが、今日はね、お気に入りも選んでいただいておりますので、はい、多分1時間ぐらいの予定です。居酒屋ポンコは今日ないんですか？居酒屋ポンコはやっかもしれないです。ああ、はい、もしよかったら付き合ってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。まなみちゃん今日はよろしくお願いします。初参加です。ガチャさんがパチパチしてどうもどうも。ああそうだ、そう、福田さん本当はライブ来てくれるはずだったんですけど、ちょっと諸事情によりね、残念ながらライブ見に来られなかった。そうなんです。またぜひお待ちしております。ということで、まなみちゃん来ていただきまして、まだまだ席が余っております。じゃんじゃん呼びたいと思うんですけど、誰から呼びます？あの方は通行人なので、通行人の方なので、若い人はね、そうです、通行人の方は、はい、エイキさんなので、あそこに長く伸びてる、長く伸びてる足がチョコモナカの中の方でお呼びしましょうか。はい、はい、じゃあ軽く打ってきた人ね。軽く打ってきた方をお呼びしたいと思います。どこだ、ここか、ここか、あそこでいいんじゃない、そこで、こうか、こうかな、こうしましょう、こうしましょう。では、あ、キミチョが書いてる。山吹のそこでいいじゃん、これ、そっちで、どこでも大丈夫です。山吹のドラム大さっきさん、そう入るんだ、そう入るんだ、伸びてたから、そう入るんだ。こんばんは。こんばんは、大さっきさん来てくれました、ありがとうございます。何それ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 足モナカ、足がチョコモナカで、すげえ後ろも書いてある、後ろもね、ちゃんとね、モナカアイスって砂糖モナカチョコレートミルクって、おさきさんこの間は、はい、ライブご参加いただいてありがとうございました。はい、もうありがとうございました、楽しかった。カモ誘導ファンだと、いや本当ありがとうございました。はい、両方楽しかった。こちらこそ本当にありがとうございました。じゃあおさきさんから次の人を。ちょっと呼び込みをぜひ。誰ちゃんお願いします。まだあとね、20人ぐらいいるから、ね、そう、まだどんどん呼ばないとね、そう間に合わない。通行人 H さんにする？通行人 H さん入ります？顔真っ赤だけど呼んじゃうかい？恥ずかしくて真っ赤になっちゃった。俺ダメだ。ダメだそうだ。あ、ダメだ。カモンユーザーバンドのボーカルでも呼ぶ？あ、そうですね。俺だからずっともう入ってから声だから。で、電話してみようか。で、電話してみます。あ、もう放送始まってるから電話してって今電話してたの、うん、あ、そっか、声が二重に聞こえちゃう。あ、そうだね。じゃあやっぱ我らが我らが
キビッチョ。ずっと声が分かった。ゆるぶってね。はい、キビッチョ。はい、置いて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 、押さしてよ。ここまで入ってる。そこまでは全然入ってます。大丈夫、全然。キミッチョ。キミッチョ。言ってる。こんばんは、キミシマ大輔です。キミッチョ。これはここだからね。ありがとうございます。キミッチョひまわりのギターとして参加いただきました。ありがとうございます。本当カモンユーゾーバンドでも。そうです。カモンユーゾーバンド。重要なポジションでね。そうです。キミッチョよろしくがいっぱいありましたからね。よろしく愛しちゃってるこいつって。ああ、そう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 イエーイとか言われる、ね、いや、ていうか、やると思わなかったわ、あれ。あ、そう、練習したじゃん。練習したからね。あ、そっか、あ、佐々木さんも入ってくれて、ガッチャンさんも入ってくれてますね、ありがとうございます。ガッチャンさんから、そこはどこというチャットが入っておりますが、ここはヒトキンスタジオというですね、そう、みんなが、このバンドメンバー大変お世話になってるスタジオでございます。あ、CM 入りましたけど、まあいいや、はい、というわけで、とりあえず今のところはこの4人プラスカモユーゾーさんプラスツコニ H さんということで、はい、6名でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。え、でもまたスペシャルゲストが来るんですね。いや、多分徐々に、多分あの迷ってる方とかがね、だんだん増えてくればですね、自撮りをします。ありがとうございます。はい。増えてくれば、またもうちょっとメンバー増えてくると思いますので、もう少々お待ちくださいませ。というわけで、とりあえず、あの、ユーストに、ユーストを落としてコメントはキャスに打ってる。あ、なるほど、そういうこと。あ、なるほどね。あの、どっちでも。それ賢いと思います。大丈夫です。で、モデルさんの、好きなもの発表会とアーティスト好き、あのお気に入り発表会と多分2つあるんですけど、はい、アーティストの方は後から参加する方がいる可能性があるので、先にモデルのお気に入り発表会をやりたいと思います。はい、で、今キャス結構見てるかな。よく考えたらですね、あ、ちょっと待って、ちょっと一個準備をしておかなきゃいけないことを忘れてました。今回ですね、モデルのまひろちゃんがちょっと参加ができないので、まひろちゃんにはですね、事前に選んでもらって、さらにコメントももういただいてます。そのコメントが LINE を開かないと見られないということを今思い出しましたので、LINE を開いている間にですね、皆さんに、ライブとかのね、感想、多分撮影会も初めて、今回まなみちゃんだったりっていうこともあるので、皆さんにですね、言う人映らなくて再起動中、頑張って再起動してください、ガッチャンさん。皆さんにその当日のね、感想とか、まあ、ライブも、まあ、どんな感じだったかなっていうところを聞いていきたいと思いますので、個人的にも私、まなみちゃんにどうだったかなっていうのをずっとすごい聞きたくて、なんか会えてないですからね。そうなんです、当日も忙しくて、なんかあんまりバタバタ、そうなんですよ、反省会とかも全然できなかったので、初めて出てみた撮影会どんな感じだったか、かなり人数もね少なかったんで、そうですね、ほぼマンツーマン状態でした。そう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 なんです。でもそれが私的には逆に良かったかなって思うところもありました。緊張とかしました？最初はもう何を喋っていいのやら、うん、どうしていいのやらって感じだったんですけど、はい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 、でも少なかったからこそ、こうみんなとお話ができたかなって、カメラマンさんもモデルさんもっていうのはありましたね。なんか全員と喋れたかなみたいな感じはありました。はい、やっぱね、喋りながらやるとこう緊張もねほぐれていくので。そうですよね、確かに。あ、確かにそれはそうかもしれないですね。で、大人数のところじゃなくてよかったのかなっていうのは。逆にこう、ほぼマンツーマンが1対2ぐらいですもんね。はい、それは良かったです。楽しく撮影会できました。良かったです。ライブはね、ちょっとね、来られなかったんで、はい、残念だったんですけど、またまた機会があるとき、はい、残念だったね。ぜひ皆さんの疑いを聞きに、ね、残念だったね。聞いてほしかったな。ぜひ、ね、カモンユーゾーバンダもなかなか ねチャンスがね、ラブソングいっぱい歌ったからね。Twitter とかに多分アップされてる、あの YouTube とかの動画は見せていただいた。あー、なるほど。みんなが密通してたので、はいはい、じゃあ俺の愛は伝わってた。愛は、はい、バッチリです。愛は伝わる。よかった。
よかったです、楽しかったと言ってもらえて、はい、それが私にとっても何より、はい、じゃあ、おさっぴさ ん2回目 PP 撮影会やドライブでしたけど、いやめちゃめちゃ緊張したよ。緊張したんですか。いやほんと珍しく本番前あの、うん、胃が痛くなって、吐き気して、そんな細谷さんみたいなみたいな。おさっぴそんなことあるの。ノロノロだったから。マジですね。当日ノロだったから。何言ってんの。めちゃめちゃ元気だったじゃねえかよ。いや楽しかったでもやっぱり。よかったです。うん、やっぱりねあのカモンユーゾーバンド、うん、やっぱあの大人数だったでしょメンバー。ああですね。あの舞台に6人。大変だった。ね、大変だったけど。ぎゅうぎゅう詰め詰め。なんかあの密度が良かったね。なんか良かったよね。逆にそう。うん。楽しかった。またやりたいな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 。またチャンスのこらえみはから。そうだからほらいつも山吹で2人でしょ。うん、だから大人数楽しいんだよ。そうですよね。うん、2人は2人で、うん、まあなんかいろいろねあれだけど、うん、早いのねいろいろこう。うんうん、ああしたらこうしようとかこう次々次々、うん、そう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 。ああそうか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 。でもみんなこういるとこういろんな意見も出てね、うん、かなりバンド感はあったかなっていう感じはしますよね。あった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 。多分ね、まあ山吹はバンドだけどキミッチョもそうだしカモンさんもそうだし私もそうだし、バンド形態ってねやることがないから、ないからね、そうだよねいつもバンドって面白いなってね、面白いよねやっぱね、うん、面白いね、よかったこうなんか一体感みたいなのはやっぱり何が面白いってカモン雄三さんがめちゃめちゃ弾けてましたよ。こんなのすよ。こんな写真あったからね。この辺も収められてきたんだっていう。こんななってるやつ。そうだからさ、ほら発表今日ね、はい、みんなが選んでね写真、はい、どの写真を選ぶのかなと、はいはい、ね、何が楽しみ。楽しみです、ね、楽しみ。確かに。キミッチョはどうだった？まあね、うん、あれ、カモン雄三バンドはね。まあ練習も結構したじゃない。めっちゃしました ね、まあ、多分ひまわりより練習した。ひまわりより練習した、ね、ひまわりより練習しただからなんかねなんだろうやっぱまあおさっぴと同じこと言うけど、うん、6人でさ音作ってさ、うん、その普段は自分の演奏だけだけど、うん、そのなんだろう周りの演奏と邪魔しないようにどうやってギター弾いたらいいんだろうとかさ、うん、やっぱちょっと考えたよね。あーそうなのか、うん、考えたことまだ大人みたいなこと言ってんやん。考えたよ考えたよそこそこ考えましたよなんてねえ考えたりとかなんかそのみんな役割分担ちゃんとしないと、うん、こう一つの音になんないんだなっていうのは思って、うん、なんか勉強になりましたねあれは、うん、すごくいい経験させてもらったなと思いました、うん、あれは普段一人だったので、うん、なかなかね、うん、やっぱりみんななかなかできない経験ができたという意味では、うん、あんだけちょっと頑張って練習してそうだ ね、やった甲斐があったね。やった甲斐がありました ね、 ね、 そうですね。本当なんかね選んでもらってなかったら佐々木さんがね写真選んでもらってなかったら不適切。本番もさなんかすごい楽しかった。すごくバンド感というグルーヴ感みたいなのがすごいあったあったあったなんか出てたなと思って、うん、それがなんかね自分で演奏しながら感じれたのがすごい良かったね、うん、だからまたこのメンバーでやれたら面白いかな。面白いよね。すごいね感じた。欲を言わせてもらえばあのもうちょっと曲数増やしたい、ねね、あと1、2曲やりたかったね、うん、やりたかったね、うん、あっという間な感じがした、うん、ワンマンでやろうかじゃあ。うわー、やんねえよ。何時間どんだけやるの。カモン雄三ワンマンライブ1時間くらいずっとオリジナル曲あとね、5、6曲増やさないとね。ワンマン厳しいからそうだよね、まずオリジナルね、うん、そうそうそう、オリジナルまあ徐々にね。オリジナルもさ、そのひまわりでさ、うん、あのカモン雄三バンドで作ったじゃない。でそれがさ、こうまあ檜山さんとかさ、おさっぴとかみんなのおかげでさ、バンドサウンドになったじゃない、うん、あのアコギ一本で撮ったやつがさ、うん、あれがなんかすごい俺は感慨深いなと思った。なかなかないよね、ないね、君ちゃんね。そうだよね、うんうん、こうやってドラムやってさ、ベースが入ってだけで全然こうさ、雰囲気が変わってさ、うん、あれはなんかね、俺の歌ってこんなになるんだなっていあれ、今まで感動した。あれ、打ち込みとかやったことないの。全然ほとんどないよ。あ、そうなんだ。ないないない。なんかこう、なんだろう、ドラムのさ、まあ、叩き方とかで全然こう、同じメロディーラインとかでも同じコード進行で全然変わんだなと思ってさ、あれはなんかね、それはそれでやっぱ勉強になったし、
なんかバンド、俺の歌がバンドサウンドになってると思って、メロディーがね、それがなんかちょっと嬉しかった俺は。あの前回の時も、うん、ほらひまわりの曲を山吹かけるひまわりでやったね、やったね、うん、でやったけど、あれも私ね、よかったね、よかったよね、うんうんうん、ああいうちょっとアレンジができるっていうのは良かったかな、うん、っていうのも良かったな、うん、そんな感じかな。ひまわりの時はただただ緊張しかなかったね。うん、もう私も緊張しかなかった、うん、あ、その後の、うんうん、なんかちょっと話、まあ、すぐ終わるけど、あのひまわりって自分、俺らが、俺が思ってる以上に聞かせるタイプの、そうなのよ、あのユニットなんだな、そうなの、楽曲が、うん、だからすごい低いじゃない、終わった後にすっげーシーンとしてる、そうなのそうなのあれっていう、そのシーンとしてる状況に自分たちが、俺が追い込まれてる、なるほどね、追い込まれて緊張してんの。今回は特にそうだった。それはわかる、私も思った。多分 MC でチラッと言ったんですけど、うん、自分の私のこの軽い MC のノリと、うん、その曲の雰囲気が全然違って、なるほどね、ギャップがね、あってね、はい、ありがとうございましたからドーンって落ちる、はい、ありがとうございましたドーンって落ちるみたいな感じを、なんとかしよう君ちゃん。いやあれはどうしたらいいんだろうね。なんかあれ、俺自分たちで作ってる空気に自分たちが追いついてない、うん、飲まれたなっていうのがすごいあった。MC をじゃあしっとり始めたそれの上がりがわーっていうんじゃなくて、そういうキャラじゃないんだよね。あ、でも最初はありがとうございましたって入るんだけど、うん、その後がもう、いや次の曲はみたいな感じで、なっちゃうんだよね、緊張すると余計にそうなっちゃうから。だしさ、今回新曲持ってったじゃない、完全にもうアルペジオの曲でさ、うん、あれなんかも特にそれを引き立てたなというか、新米だし歌詞飛ぶし、飛んだしね。そうなんですよ、うん、だからひまわりはひまわりで自分たちの立ち位置というか、うん、その音楽性がどういう方向なのかっていうのがこうあからさまに出てくる感じが、分かる、私も今回それすごい思ったして、それもそれでなんかね勉強になったなって、うん、そんな気がした、うん、なんかこうひまわりの方向性どうまとめていこうかみたいな、そうそうなんかちょっとね、でもひまわりもねオリジナル増えたね、増えました、ね、初めてのオリジナルオンリーライブだったので、だったから ね、そうそう、うん、この前やった時はね、うん、アルペジオの曲別のとこから引っ張ってきたけど、うん、それが足りないから自分たちで作ってっつってやってさ、あの歌よかったね。で晴れのち晴れも入ったんで、ね、それも今度ひまわりバージョンでもやろうかなっていうのもあるのでね、うんうん、もう早く CD 作っちゃうよ。そうなの、元気キャラだからね。なるほどね、そうですよ、うん、それとね曲のギャップがね、そうそうなんです、うん、CD、まあ俺が、まあ、どうだろう、俺がメロディー作ってるからそうなっちゃってるんだけど、まあ、CD 制作は来年の目標として、ね、そうだね、このひときんスタジオの通行人ケイチさんと一緒にやらせていただければなと思ってますんで、よろしくお願いします。真っ赤な顔してるから酒飲んでるからね。ジョーカーさんがね、なんかもうね、いろいろてんやわんやだって言ってます。忙しいのかな、なんか忙しいみたいですね。まなちゃんとジョーカーさん久しぶり、久しぶり、あ、でもこの間タンタン祭りの時に会ってるんですね、会って話をしてるので、実はあのまなみちゃんはですね、ジョーカーさんにご紹介いただいて、そうなんです、今回初めて参加という形に、はい、そんな感じでこうぐるぐるとつながっているピピ撮影会のライブ、うん、なんかこの人の輪ってすごいだと思うんですが、ね、うん、なんかちんまり座ってる子がいるんで、じゃあその子も呼んで、お呼びしましょう、かわいい子がいたよこれ、そう、呼んでから発表に移りたいと思いますので、では女の子もう一人、女の子もう一人、いい音がしたって音も、いい音がしたプシュッて、いいな、飲みたいな、俺も飲みたいな、飲みたいな、その前に、その前に、はい、ではもう一人女の子ここかな、来た、ね、女の子ここですよね、俺の隣かい、いいのかい、なんかやばい、うつなくなってるから、ここ空いてるから、うつんねえじゃん、おっさん何言ってここね、ここに、ここに来てくださいね。ではザ・シックスでご出演いただきましたギター&ボーカルです、みやちゃん、イエーイ、イエーイ、イエーイ、こちらへどうぞ、お疲れ様です。ちっちゃくて可愛いね、可愛いね、相変わらずなんかこう俺の顔のデカさとこの、はい、じゃあみやちゃん自己紹介お願いします。ザ・シックスの、ギターボーカル務めてますみおです、こんばんは、よろしくお願いします。ツイキャスはここからやっております、みよ、はい、ちゃんです。とりあえず今女子しか映らない状況でツイキャスをお送りしたいと思います。すごい、すごい、ツイキャスはいいと思います。前回のね、告知の時に
ザ・シックスの、ね、メンバーとしてその時もご出演いただきましたが第2回目ありがとうございます。今日よろしくお願いします。お願いします。じゃとりあえず今のところみんなパチ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 。では一応この画面上はこの5人で、カモンさんとツコニイチさんというこのメンバーでとりあえず、はい、そろそろ番組発表の方進めていきたいと思います、はいはいはい、ある程度揃いましたので、はい、ピピでモデルさんやってほしいそうです。来たこれ来たこれすごいね。どうですか、よかったらぜひ。素材にならないね、よければ。いや素材はやりたいかどうかの問題ですよ。ぜひやりたければぜひ。どうしようかな。何だけなんでなんで。あれあ、あれあ、わざとあれですね、ひときんさんがそんな演出してるんですね。あ、演出で。すごい。後ろにですね、ライブの当日の俺なんか間違った操作したかなと思っちゃった今。流れております。すごい、カモユーゾーバンです。おー、かっこいい。かっこいい。では、発表の方を進めていきたいんですが、最初ね、メールが2通来てるんで、パッと読ませていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。お新井さんち、新井家見てますということで、美和さんからメールいただきました。美和さん、当日はありがとうございました。そして、新井旦那さんからもいただいております。こんばんぽんこ。サモハン金宝の武術は風格があって好きです。だそうです。おありがとうございます。見ていただいて。そうですね。最初から見てないと、このくだりが分かんない。あの、新井旦那さん、中国武術をやられてるので。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。すごい。すごい。あの、このかっこいい剣とか持ってて、撮影の時にお借りしたりとかしてたんですが。なるほど。新井家、お二人見ていただいてるということです。よろしくお願いします。これから発表始まります。よろしくでーす。映ってないやん。では、発表を進めていきたいんですが、カモンさん、準備は大丈夫そうでしょうか。はい。まず、まひろちゃん、先にね、行きたいと思いますので。待ってね。一応今回はですね、ポートレートのモデルさんは5枚、まひろちゃん5枚、はい、ポンコ5枚で、でまなみちゃんも5枚で選んでいただいてます。で、バンドメンバーは自分のお気に入り1枚と、グループの方はグループお気に入り1枚選んでいただいておりますので、発表していきたいと思います。1枚っつのがね、悩んだ。悩んだ。もう悩みました。悩むよそりゃ。ま、あ、まひろちゃん入ってくれてる。こんばんは、まひろです。どっちにコメントすればよいのかなっていう。まあ、どっちでもね。まひろちゃん、どっちでも大丈夫です。好きな本を書いてください。あの、こっちのユストの方でも見ながら読みますので。OK、じゃあモデルからいきますか。OK ですか。はい。楽しみ。何を選んだんだ。いや、ほら、俺、ちょっと見たことない。送ってもらった順で大丈夫かな。送ってもらった順。送った順。どれが流れるかで、まひろちゃんの解説。アルバムの順ってこと？アルバムの順。最初同じような感じのが2枚続くんですけど。ポンコから？違う、まひろちゃんからです。まひろちゃんは、わかった。わかった？うん。じゃあ、多分同じのが2枚続くので、はい、解説が一緒なので、1枚流しながらもう1枚っていう感じで適当に流していただいて。はい。横のやつだね。横角2枚のやつです。まずはね。はい。はい、じゃあ1枚目いきます。はい、こちらです。1枚目は多分皆さん見えるかな、こちらです。あー、重いかな。ツイキャスの人も見えないんですか。そう、ツイキャスの人も見えないんです。これです。そしてもう1枚目が、もう1枚がこれです。こちらです。なんか2枚ともすごく良くて選べなかったらしいんですよね、どうやらね。あ、そう、ツイキャスのね、コメント読み上げるから気がつきますけど、できれば皆さん、作品見たい方、ユーストでお願いします。これね、似たような感じの2枚を選んでいただいてるんですけど、2枚とも同じカメラマンの方で、うん、H さん、ライブにはちょっと来られなかったんですけど、うん、ポートレートだけ参加してくれた方です。ここの場所での作品がすごく雰囲気がよく気になっていて、どちらか迷ったけど選べなくて2枚。なるほど、なるほど。この目線ありのやつとこっちのなしのやつ、ね、うん、あ、いいね、どっちもいいね、うん、これ結構モデル側からしても選ぼうとするとね、うん、迷いますね。迷いますよね。目線ありとなしはちょっと違う。俺は目線なしかな。目線なしが好き。うん、俺目
目線皆さんどっち？いや俺はね目線ありのがいいかな。こっちと待ってちょっとマウスの調子がマウスが飛んでるこっちと、ね、両方繰り返してるぜ。あ私は割と雰囲気重視な人なんでなしが好きです。もちろん俺はいいね、うん、いや俺は見つめられたいからね。あむしろなるほど俺は見守りたいからね。見守りたい。え時々降ってくる通行人 H さんなかなかいいツッコミ。いいツッコミだね。どこで鍛えたのかな。いやただ3人酒入ってるからで。そうですね。そう思う。ではまひろちゃん今2枚紹介しましたが、はい、次のやつが、ちょっと木に寄りかかってちょっと斜め下向いてる感じのやつですか ね、はい、ではこちら流していただいてよろしいでしょうか。はい、2枚目です。2枚目の扱いの3枚目。あそうか3枚目ごめんなさい3枚目ですね失礼しました。3枚目こちらですね。こちらでございますね、はい。カメラマン A さんの作品です。柔らかい雰囲気や構図が好きです。紅葉のボケがふんわりで全体的に優しい感じが気に入ってます、うん、ということですね、うん、これバックのさここの色が綺麗なのがすごいな、うん、上の木はまあ狙って入るんですけど、うんうん、裏も綺麗なのやっぱりこのねポーズを考えて撮らないとできないなっていうのはすごい思いました。私今回もあの A さんこの A さんの作品私も選んでるんですけど、うん、すごいね色とね雰囲気がすごくなんだろう優しげな感じが私もすごく気に入っております、うんうん、あこれいいねいいっすかこれいいっすかね。いいんじゃねこれ通行に H さんもお気に入りしていただいたようですありがとうございます。あ待ってね私さ気づいたらチャットが見えなくなってるんでまひろちゃんのチャット一応見られるようにしておきたいと思います、うん、よいしょ。あ大丈夫ですねチャット入ってないですねありがとうございます。ではまひろちゃんのお気に入り作品3枚目橋の上のやつですかね。あ橋の上の方が3枚目なのか。あ4枚目だごめんなさい4枚目4枚目なのか。上にこう赤いのが入ってるやつですね。これだね、はい、うんはいお願いします。はいもう映ってます。はい、こちらが4枚目の作品でカメラマン G さんの作品です。もう G さんって言ったら誰だか分かってなって感じなんですけど今回の中で数少ない感じの作品でなんか旅っぽい雰囲気が好きです。はい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 、ね、で、あと赤と緑のコントラストがすごくいい。奥がねそう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 あのこの紅葉の時期に赤と緑が綺麗に入るってことやっぱなかなかねないと思うんですけど、うん、綺麗だよね、うん、あ、こっちも綺麗。あ、そっちのは色がね、うん、鮮やか鮮やかだね、うん、見させてもらってます。こういう、うん、それはどうやって見てんの。こういう人見てるユースタの方見てるの。なるほどね。私もこれこの G さんのまひろちゃん撮った作品の中であ、一番これピンときたなって思ったのは私もやっぱりおじいさんいたっけってガッチャンさんが言ってますけど、そのね、じじいではなくてですアルファベットの G の方でございます。私もこれがなんか一番パッと目につきました、うんうん、ここの端をね、割と引きで撮ってる人が誰もいなくて、うん、多分反対側からですね、撮ってた時の川のこっち側からですね。そうですよね、近いと端多分映らなかったので。そう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 、なんで、うん、そうなんです。この私もこの橋ともみじがいいなと思って、うん、ここのロケはとあいいなと思ったんですけど、この写真撮ってたの多分ガッチャンさんしか、うん、じいさんしかいなかったと思うんで名前言っちゃうといつも言っちゃいますごめんなさい。というわけでまひろちゃんの4枚目でした。ありがとうございます、はい、ではラス1いきたいと思います。こちら、はい、こちらです。私もこれ大好き。タイムラグ、うん、タイムラグあるよ、あるよね、うん、ありますね、うん。こちらがまひろちゃん最後選んでもらった1枚です。カメラマン S さんの作品です。紅葉が綺麗に生えていて後ろのグリーンのボケも綺麗、なおかつとても私自身が漏れていてありがとうございますということです。私もこれはあ、まひろちゃんめっちゃなんか肌色もすごい綺麗に映ってるし、かといって青白い感じでもないのが、うん、もうね、S さん肌色出すのはあ
ツイキャス切れたんで、もう一回。もう30分？はい、30分経ちました。本当だ、早い。もう一回行きたいと思います。コインね、大好きだからね。コイン切れればね。コイン大好き。あ、そうそうそう、あのコインがないと居酒屋ポンコができないんで。石垣さん、コイン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 、そう、コインよろしくお願いします。居酒屋ポンコのためにもツイキャスね。そうで、コインが大好きだからね。そうなんだ、コイン大根。ね、なんで、そう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 、あの、うん、あの例えば、うん、ここのなんだろう、明暗がコントラストが強すぎちゃうと肌が白くな、肌を白くしちゃって後ろが飛んじゃうとかっていうのが難しいんですけど、それがすごい絶妙に出てて、後ろも綺麗に色が出てるのがすごいなと思って。あ、なるほどね。あの多分見てるカメラマンさんの中にですね、これ撮ったよっていう方がいると思うので、あのカメラ技術的な解説などあればぜひ、ここをこういう風に工夫しましたとかがあればですね、ぜひ解説していただけると、カメラは素人の人間しかいないので、はぁ、あ、すごいなって終わってしまうので、ぜひあのここはフラッシュを使ってとかですね、こんなところ工夫しましたとっていうのがあれば、ぜひ送っていただければと思います。よろしくお願いします。以上、まひろちゃんの選んでいた5枚でした。ありがとうございました。じゃあ次はですね、まなみちゃんの5枚を解説していただこうかなと思いますので、ちょっと待ってね。これも順番でいいですかね。はい、いいですよ。橋の上のから、橋の上のやつからいきましょうか。はい、こちらでございます。あ、 S さんストロボ使ったりしてるよということですね。そうなんだ、やっぱり、うん、結構この日暗かったたんですよね。晴れ空でって言ってたんですけど、なかなか太陽が、ね、そう出なくてっていう感じだったんで、から青空の写真が全然ない。そうなんです。そう、残念なところ。それでさ、このなんつうの、景色をこう、なんだっけ、手前がくっきり映って後ろぼかすってのそうすごいよね、うん、多分難しいと思うんですけど、フラッシュを使ったりとか、なるほど、カメラの設定を変えたりとかどうやらするようなんですけど、うんうんうん、その辺解説あればよろしくお願いします。あ、コンティニューコインをくれた人がいる。ありがとうございます。ハルナンデスさんです。コイン大好きやからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまなみちゃんにぜひ1枚ずつ解説いただきたいんですが、はい、こちらの橋の写真、多分カメラマンじいさんなんですけど、お気に入りポイント。じいさんね。じいさんです。おじいさんじゃないです。おじいちゃんじゃないです。おじいちゃんですね。じいさんです。はい、橋が何ですかね、カーブした橋が2つあったところの、まあ、ちょうどこうカーブのてっぺんのところで歩いて撮ったところなんですけど、まあ、お散歩しているような感じで橋の上を撮っていただけたのと、やっぱりバックに紅葉がこうあったので遠近感というか出ていいなってことで選ばせていただきました。なるほど。多分これ望遠じゃないね、そんなに後ろが多分ボケてないので、多分これも1対1ぐらいで撮ってた感じかな、ね、じゃないとこの絵は多分撮れないですよね、はい、目線もバッチリなので。私もこの橋を使ってほしくてここの公園選んだっていうところがあったので、あの私のいる時間帯ではここの橋でね撮らなかったんです。午後ですよね、私が帰った後ですよね。帰った後と、あと朝私手前側のもみじのとこにいたので、その時間帯暗いとこにいる時に暗いとこにいる時に橋の上に撮ってたってとこです、こちら側。なるほどなるほどなるほど。この橋のね、こう曲がった奥行き感とかもいいですよね、うん、こう歩いてきたよっていう遠近感と、向こう側にもお水が見えるので。なるほど、はい、色合いがこうちょっとお気に入りで。なるほど、はい、選ぶ。なんかこの橋の向こうから、ごめん待たせた誰か出てきそうな感じがね。シチュエーション古いな。いや、その妄想は自由ですから。いやでもさ、なんか紅葉何絶頂期だったの、すごいね。綺麗だよね、さっきの写真と。ちょうどいいぐらいの、ね、逆にちょっと早いぐらい、赤がまだ足りないかなっていうぐらいのとこだったんで、赤入ってるのは結構選んで撮って、そうですね、場所を選びながら、うんうんうん、撮ってる感じですね。では1枚目こちらで、2枚目
行きたいと思いますが、階段の方かな、ですね、階段、あーどっちでもない、あでもじゃない方か、どっちでもいいです、行ける方で大丈夫です、木の方か階段の方か、じゃ木の方か、木の方、木の方、はい、では2枚目は、あ重い、こちらです、はい、おお、これもね綺麗ですね、これも同じカメラマンの方で、じいさんのこの下からいいよね、撮られるっていうのがないじゃないですか、ね、普段自分で撮ってても、ね、セルフィーしても上からが多いじゃないですか、うんうん、で下からこうね撮られつつ、うん、下の絨毯もありつつ、うんうんうん、後ろのバッグのね赤い紅葉もありつつっていうので、うん、俺もこの画角はすごいな、うん、そうですよね、でこれ多分逆光っていうか、まあ空が明るいので後ろを飛ばさないように顔を上げるっていうのは多分難しくて、これフラッシュ使って撮ってますかね、このここら辺の感じがフラッシュ当たってる感じが、多分、はい、フラッシュ使って撮った気がします、あの結構木の陰で暗くなってたんで、そうですよね、さっきのまひろちゃんの、あの橋があるとこの後ろの木だったので、あ、あそこなんだ、はい、あ、こっち側に、そっちの木なんですね、あのこうクランクの端のとこだって、はいはい、ちょっと陰ってて暗いとこじゃないですか、うん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 、それをこの色で起こせてる、そうなんです、なのにこう真っ赤な色が出てるので、うーん、はい、なるほど、はい、確かにこの秋らしさがすごい出てるなと思って、うーん、この赤い木はね撮影スポットでしたですよね押さえてもらえて、あれかユーストはあれだね、テロップで絨毯が映ってないね、ちょっと絨毯け、 あのテロップ消しとこう、これはほんとね、いい画角だよね、これストロボ使ってるよということでおっしゃってるので、やっぱりこうストロボである程度調整しながら顔をこうしてるような感じですよね、なるほどなるほど、確かに下からの画角ってなかなかね、ない自分ではね、撮らないので、なるほど、多分次も下からの感じになると思うんですが、はい、次階段行きたいと思います。かなり下になりますね、これね。そうです。かなり下からです、ね。こういう感じ。なるほど、スカート入ったら見えちゃうぐらいの下です。ね、パンツじゃないですか。パンツ。はい。これもちょうどこう上がった上に、まあ、なんていうか、こう道が、細道なんですよね、階段の上が。細道で、で、ちょうどこう、トンネルのように、うん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 、もみじの木がたくさんあるところだったんですけど、トンネルの方でも、まあ、何枚かやっぱりまひろちゃんとかぽんこさんも撮ってたんですけど、うんうんうん、あえて階段で、ここの階段使って撮ってる人多分誰もいないと思うですかね、いたかな、いや私は見てない作品ではあんまりここのところが上がってこなかったので、これね、この写真であえて手すりも入れてるところがあれなんかな、いいですね、こう遠近感余計に見えますよね、そうそうそう、手前がボケるでしょ、うん、前ボケになりますね、これ狙いなのかなと思いながら見たんだよね、いかがですか、あとこの階段のところなんですけど、うんうん、ちょっと小話がありました、うんうん、階段の一つ一つの幅が、私足23センチなんですけど、うんうん、足ギリギリなんです、あ男性のカメラマンさんも怖い怖いってみんなで降りて行って撮ったところなので、男性は多分もう足が出ちゃう、階段の中に足が出ちゃう、こういう風に出ちゃう、そうです、こうならないんだね、なおかつ雨の日の次だったので、そう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 、下は滑るし狭いしっていうところで、はい、撮っていただいた作品なので、それもちょっと含めつつ、あ、はい、頑張ったねみたいなところで頑張ったでしょうね頑張ったでしょう、でね、このね上もやっぱり綺麗にね、赤々と出てるので、うん、なるほど、あのね、ホワイトバランスをオートで撮ると白っぽくなってたから曇り設定に変えたって、やっぱいろいろ言ってるんで、なるほどね、多分オートで撮ると多分強すぎちゃう、そうですね、強すぎて多分白く、前が真っ白になる、なんかさ、これ落ち葉の香りとかしてきそうな、なんか落ち葉の香り落ち葉の香りうまいこと言うねなんかでもそんな感じじゃない、なんかこう、じゃああとラスト2いきたいと思いますが、はい、どっちでしょう、バックがイエローモミジの方ですね、うん、あ、じゃあこれですね、こちらですね、 横のやつですね、はい、はい、おー、これは S さんだったかなと思うんですが、お気に入りポイントはどのあたりでしょうか、はい、あのモミジにやっぱ一番こう接近したところでというか、うん、撮りつつ、あのモミジのその赤じゃない今度色を出して、綺麗に出していただけたので、はい、
多分これもフラッシュ使って起こしてますね、完全にね、うん、結構綺麗に色が出てるなって、うん、ザ・紅葉っていうところで、ね、赤ではないこうオレンジのこれも階段の途中で撮ってる感じですよね。途中ではないです、多分後ろ側が階段なので、あ、なるほどなるほど、内側ですかね。なんかみんながこんなもんどこで撮ったんだろうって言ったから分かんなくなっちゃう。そう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 、結構思いますね。あー、なるほど、赤くないもみじもまたね。そうですね、でも、ね、なんだろうね、手前が明るい色、フラッシュが当たってるからさ、うんうん、後ろが濃いからね、ここ濃い陰影がなんか面白いよね、なんかね。ではラスイチ、これ私、はい、私も大好きです。これまたいい表情取られましたね。そう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 、なんなら落ち葉こうやって、やりたいねって話したんですけど、下がやっぱ湿ってたので、なるほどね、多分ただ汚れるだけ。もしかしたらずるってこけちゃったっていう、ね、多分これ H さんかな、 H さんか S さんか、 S さんか、はい、どっちかかなと思うんですけど、後ろのちょっと映ってるもみじの方がちょっとこう下からフラッシュを焚いてて色を出しながらの、あー、はい、なるほどね、ちょうどこのさっきの階段降りた下なんですけど、やっぱちょっと暗いとこだったので、うんうんうん、別にあの階段踏み外したあーじゃないです、わけではない、わけではない、狭かったんですけど踏み外さなかったり、あ、大丈夫これでも露出もピントも見事ですね。そう、それこそザ・ポートレートだと思うんですよ、おそらく。なるほどね、手前から奥に向かって、でこそこそこ望遠じゃなくて多分 50mm ぐらいのそんな長くないレンズで撮ってるから、うん、後ろのボケもそこそこちょうどよくて、うん、でかつこのね表情だと思うね、一番多分あのリラックスしてというか、そう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 、終わりにかけて自分がほぐれてきたので、ね、の一枚を多分撮っていただけたかなと、ね、多分こう緊張して撮ってる感じがないなっていうのが、最中からど緊張で顔が全然できなかったので、うんうんうん、もう最後までちょっとふにゃってした、そうです、やっとこうほどけてきたかなぐらいの、うん、はい、一番ベストショット自然体な感じが出てきたって感じ、ね、うん、撮っていただけたかなと。やっぱそういうのあるよね、やっぱね。あると思う。緊張するとやっぱこわばるもんね。そう、やっぱキメキメで撮るのと、うん、こういう自然な表情を撮れるのってまたね、うん、ちょっと違うので、うん、私もこれすごい、うん、なんだろう、後々自分でこうお気に入りのものとして残せるかなっていう一枚かなと私も思いました。でこの時下に座るのにその S さんが、はい、じゃじゃんと下がお尻が汚れないシートを出していただきまして、うんうん、はい、洋服も汚れずに、だね、それも映らないように撮ってるからね。そうね、それを隠しつつ、あ、なるほどね、はい、のね、笑顔も出しつつで、カメラマンの人ってね、本当にね、すごいなってこう真摯さを感じました。いろんなもの、ちょっとこれ俺らも見ない。やばいよこれ。めっちゃ小道具持ってるんですよね、はい、すごいですよね。そう、何でも出てくるんじゃないかぐらいの子もドラえもんのポケット状態でした。そうなんです、はい、そうなんです。あれ、これって自分で用意したとかじゃないですか。これは何ですか。あ、その小道具と小道具、あ、これ、これ衣装とかの小道具はモデルさんだったんですけど、はい、そのなんだろう、下に座るから何か持ってかなきゃっていうのは全然なかったので。そうですね、はい、その辺は割とカメラマンの人がね、そうです、持ってるパターンが結構あります、はい。というわけで、まなみちゃんの5枚ありがとうございました。ではじゃあポンコのお気に入りもいきますか。パッパといきましょう。はい、最初待って、私服の方です。あれだね、ちょっと引きのやつだね。そうです、ちょっと引きのやつからお願いします。これですね。はい、はい、これ S さんですね。S さんが撮ってくれたやつなんですけど、私午前中の衣装をどうしてもあれが撮りたくて行ったんで、午後の衣装って正直10分か15分ぐらいしか着てないんですよ。そうですね、午後始まがあったので、そうそう、途中で抜けちゃって。あ、なるほどね、はい、最初の15分ぐらいしか撮ってない中で、しかもなんか、え、これコート着てた方がいい、脱いだ方がいい、帽子取った方がいい、脱いだ方がいい言いながら撮ってた中での何枚かだったんですけど、佐々木さん、カイロとか虫除け、日焼け止めを持ち歩く。そう、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。カメラマンさんはね、持ってるんですよ、皆さん。本当にありがたい限り。これ、気に入ってるのがですね、その、私の色と紅葉の色が
なんかうまい具合に入ってて、緑もあって黄色もあって赤もあるっていう色の具合がすごい綺麗だなと思って選びました。私自身が結構服がアースカラーなので、この赤とか緑とかが結構引き立ってて、なんだろう、どっちが主役かなっていうのが分からない感じがすごい気に入って選びました。他にもね、 S さん結構この服でああいいのあるなって思ったんですけど、あとこのなんか私の目線合ってるんだか合ってないんだか、どこ見てるんだか分かんないけど自然だなみたいなのがいいなと思って。自然カメラね。カメラ見てないです。そう、全然カメラ。多分別の人見てるんですよ。あー、なるほどね。だから目、私の自身の目のピントは合ってるんだけど違うとこ見てる。っていうのがね。器用だね。でも、技だね。そう、そうなんです。さすが。ポートレート撮るとき目線外してって言われたら、なんとなく見ちゃいけないんです。見るときも遠くの一点とかをポイント合わせないと、できてきた作品が何ぼんやりした顔になってんのみたいな感じになっちゃうんで、見るときはどっか一点合わせてみるっていうのも多分別のカメラを見てるんだと思います、おそらく。自然なくても結構ねいいかなと思った一枚です。で、次も私服作品です。立ってるやつかな。立ってるやつですね。あ、まあみんな立ってんだけど、これが全部バックが赤いやつです ね、これカメラマン A さんに撮ってもらった作品なんですけど、私服の中で私これが一番お気に入りで、あのこのね、まひろちゃんも多分選んでたと思うんですけど、A さんの作品、このふんわりした雰囲気かつ肌色が綺麗、でこのバックの多分これ望遠で撮ってるからそうボケ感もすごいあって、で私結構変な衣装っていうか私服で撮られる機会が私自身が飽きちゃったのであんまりなくて、だから午前中みたいな、そう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 、ああいう感じになるんですけど、後々出てくるで、このザ・ポートレートみたいな作品が結構少ないんですよ正直。なので、あ、これなんか私なんかポートレートのモデルやってますみたいなのの一枚に入れられるかなと思って選びました。今回 A さんの作品が私の中で大ヒットがめちゃめちゃ多くて、そのうちの一枚ですね。これインスタにも上げさせていただきました。あー、たきちゃんさんこれはいいねって言ってくれてます。これね、多分ポートレート撮ってる人は、ザ・ポートレート的な感じでいいんじゃないかなと思います。で、多分この後は全部午前中の衣装になると思うんですけど、多分次これかな、アップだ、アップのやつ、アップのやつ、アップのやつ、この表情もうね、プロだよね、すごいよね、この表情はねすごいと思います。で、このね、目の陰影、顔の陰影が深く入ってるのがまた雰囲気が出ててよくて、顔が真っ白になってないですもんね。そうなんです、そうなんです。で、かといってこの全部明るく飛ばしちゃってもダメだし、この影の入ってる感じとかが、私アップってあんまりないんですよ作品の中で、結構腰から上とかが多いので、これはアップなのに結構気に入って、ピンもバッチリ当てていいかなと思って。これは何、ちゃんとメイク変えて、変えてます、午前午後で変えてます。この午前中私眉毛がないし、目の感じとかも全部変えてます。なんかそうだよね。そうです。で、髪の毛も本当はもうちょっと濡れた感じにしたかったんですけど、これが一番こうツヤっぽい感じが出てて、午前中はですね、このキツネ面でどうしても撮りたくて、前回撮影会で持ってたんですけど、なんかすごい綺麗な絵しか撮れなかったんで、暗いところでジメジメ撮りたいですってなるほどね。と言って、あの暗いとこへ、暗いとこへ一人で、そう、一人でこっち沼のそばがいるのろってるよ、ね、バッチリじゃん、テーマにもう、そう、ね、誰かを呪ってる、呪ってる、そうあの夏目に出てくる妖怪になりたかった、あやかしか、そう、あやかしになりたかったの、そうなんです、そうなんです、にゃんこ先生ですね、そうです、そうです、で、その中でこうなんか人間らしさとこの狐っぽいのが入ってて、一番これ目線多分すごいぼんやり飛んでると思うんですけど、そういうのを一番アップで撮ってくれたのが一番こうインパクトがあって、アップはこれしかなかったんで、これカメラマン H さんですね、暗いのって言ったら、暗いの暗いのって言いながら、撮ってくれました。結構ね、H さんのヒット作品いろいろ他にもありました。ありがとうございました。すごい気に入ってます。ありがとうございます。この後全部キツネ面の作品オンパレードになるんですが次これかな。持ってるやつか。え、持
ってるやつ、そうです。で、前ボケが綺麗に入ってるやつですね。これだね、はい。で、このこれも A さん、さっきふんわり撮ってくれたって言ってた A さんの作品なんですけど、これはなんかちょっと、はぁ、あ、妖怪疲れたぜみたいな、ふっと抜けたところが良くて、でもかつモヤモヤ感が入ってるので怪しげな感じが残ってるのがいいなと思って選びました。で、これと次の一枚がちょっと続きっぽい感じになってるところも結構気に入ってて、次も A さんの作品なんで次出してもらってもいいですか。次がこっちで、これが私一番好きなの。かっこいいな。かっこいいでしょ。かっこいい。これが私今回の撮影が一番お気に入りですね。これも A さんの作品なんですけど、なんか人の声を私が見えるのかみたいな。そう、ね、ここにさタイトル入れたいでしょ。第何話ってそれ、ね、そうそう。いや雰囲気出てるわこれ。でこの半分しか見えてない狐の面も私の目も半分しか見えてなくて、前ボケが入ってて、なんかフフンみたいな顔してるところとか全体的にすごいうまくいってて、で紅葉も赤が入ってないから着物の赤が生えたりとかっていうするところとかが一番良くて、これ一番なんかこう夏目っぽさ出たんじゃないの私みたいな。出てるね、かなり出てますよね。かっこいいわ。でもこれ一人殺したねこれね。そう、死んだっちゃった一人食った後ですね。これ、狐面これ撮りたかったです。これはいい、かっこいいっていうのがね、撮れた、作品でした。ポンコの5枚狐面、リベンジでお好きなのが結構撮っていただけたので、カメラの皆さん本当にありがとうございました。以上、モデルの発表会終了です。ありがとうございました。結構いろんなのがね、あって面白かったと思います。はい、あとバンドメンバーのお気に入りも行きたいと思うんですけど、はい、山吹、うん、いいよ、山吹 OK ですかね。行きますか。今多分見てるのかな。上官さん今いない。あ、抜けちゃったね。さっきまでいたんですけど、多分ここに入ってるよね。うん、多分あのちゃんと写真は選んでたけどコメント書いてあったな。あ、コメントはその時にあの自分で言っていただければいいので。いや、俺はあれだけど、なんだっけ、あそう、順坊の方の順さんのコメントがなかったけど、これ説明不要な気がしません？まあね。見ればわかる。そうそう、見ればわかるべみたいな感じですよね。じゃあ、俺行きますか。じゃあまずは、おさっぴさんのから。待てよということですので、はい、じゃあ順番にね、行きたいんで、じゃあその次にカモン雄三版のひま、あのシックスひまわりみたいな感じで。おさっぴのは、おさっぴが釣ってるやつだね。そうです。そうそうそう、もちろんもちろんもちろん。ジョーカーさん見てくれてた、よかった。あ、本当、ありがとうございます。コメントね、書いてもらうと。あ、そう解説コメントもお願いします。いけるよ。では、おさっぴさんのお気に入りはこちらです。ダダーン。はい、ここ、これ撮っていただいたのは誰ですか。じいさん今回大選挙。すごい。お気に入りポイントはこれ、やっぱりね、バランスいいよね。うんうんうん、ドラムセットが入ってて、ちゃんとオイラもこう、うん、入ってる。ここにこういう人がいるとか。いや、いつも全然もうそういうのが、まあ、ライブ感ライブ感ライブ感ですよ、うん、後ろに PA のね、そう方が半分おでこだけ映ってますけど、うん、なんだろうね、結構こう正面のが多いから、こう横向いてるっていうのは、うんうんうん、今回こういっぱい写真あった中で、確かに、うん、横向きってあんまりなかったかもしれないですね。ああ、なるほど。で、なんかバランスいいなと思って。またこう腕だけブレてて、本体がブレてないっていうところも大事かも。そう、ちょっとカメラマンさんたちに聞いたら、やっぱこうブレてるのをわざと撮りたいみたいな、っていうのが静止画じゃなく、こう動画チックなんですよね。多分シャッタースピードとかもおそらく、うん、調整してくれてるのかなっていう感じですが。まあね、これ悩んだ。悩んだ。どうしようかなって思ったけど、まあ一番バランスがいいかな。バランスが決めて。もうバランス。なるほどなるほど。うん、ほら、なんだっけ？最近ドラム座って叩いてないから、立ってるから。ああ、うん、なるほどなる、確かにそうですね。このセットとこの俺のこの、ああ、そう、上半身っていうかね。沈んじゃいますもんね。そう。なるほどね、うん、確かにそれはあるかもしれない。うん、このね、横向き感っていうのもかっこいいですね。そう、うん、真正面じゃない、それでこう叩いてるっていう感じがね、こう
サングラスにちょっと光が入ってかっこいいですね。こうなんかなるほど、いろんなビートから出てきそうな出てきそうな感じがね。確かに確かに。そう。なるほど。そういう感じでまあ選ばしてもらいました。じいさんありがとうございます。ありがとうございます。ですね、お気に入りポイントコメント入ってますので、山吹ジョーカーさんのお気に入りは、お願いします。はい。もうこれです。もうこれです。顔映ってます。顔がない。顔映ってない。だけどこれ見たら顔見なくたって誰がやってるかもすぐ分かる。俺のお気に入りポイントは躍動感ということで、うん、カメラマン S さんの作品が選ばれております。これも下から撮ってるから余計にこう、そう、ね、高さが出るよね。高さが出ますね。うん、躍動感って誰がみんな飛べばこうなんじゃないの。いやまあ多分その中でも他にもほらね、跳ねてるとこ撮ってた人いたけど、うん、でも私これすごいなと思ったのが、 S さんって前回の撮影会の時は、うん、撮影会だけ来てライブの時は帰っちゃったんですよ、うん、前回のライブを撮ってないのに、うん、ジョーカーさんがここで飛ぶって分かってたのかなっていうのが、うん、それはすごい。この角度狙ってたのすごいね。すごいすごいすごい。しかもまたなこのね角度が素晴らしいんだよね。ね、またこの腕もねこう引いてるような、あのね順番を目いっぱい飛んでるっていうのがこういいよね。うんうん、このね、裏にバックのバックもこれで裏におさっきさんが映っちゃうとまた変わっちゃうんですよ。変わる変わる変わる。これがね、ジョーカーさんがそう、そうだけだからこうバッとね、いくけどね、いいっていうのがね、うん、ありますよね。なんかこのギターの向きもこう、うん、こっち向いてていいね。そうなのそうなの、うん、そうなので、自分の顔だけ見えない。ギターで顔隠すっていうのは確かにかっこいいなって。でも確かにこれ全部順望って分かる、ね、絶対分かります。絶対分かる。もう腕とか足とかブレブレで、あ、これいつものあれ巻いてんだみたいな。わかります。トレードマークですからね、うん、やっぱりお気に入りは躍動感、うん、じいさんがですねスローシャッターがきつかった、あー、さっきのあれってやっぱね、動きが、動きを出したいってなると、うん、ブレすぎちゃいけないし、うんうんうん、でも止まっちゃうと面白くないし、うん、フラッシュ使っちゃうと面白くないし、うん、っていうところが、ね、多分悩みどころだったのかなと。やっぱ動いてるものを撮るっていうのは難しい、ね、難しいでしょうね、うん、きっとね、動くイコール動画になっちゃいますもんね。ですね。あ、そっかそっか、うん、じゃあ最後山吹2人で決めたお気に行きたいと思いますが、はい、こちらです。私もこれかっこいいなと思った、うん、まあライブならではだね。ライブならではですね、うん、これちなみにどんなとこが、まあ大元はまあ順番が何枚かピックアップしてどれがいいみたいな感じで、で、まあ、どれもいいんだけどもう任せるよって、俺順番に任せるって、うんうん、順番がピックアップして選んだ。あー、うん、なるほどね。でもこれここのライトの位置といい、うん、この何動きといい、もう叩いてますみたいな。だからどっちもこの動きがある、うんうん、順番も俺もこう動きがあって、屋敷の佐々木さん、じゃあささえー、続きのコメントお願いします。なんだろう、さわかんないです。あれかな、あのなんだっけ、さかな、あのさ、あいちゃん、あいちゃん、うん、これ撮ったのは屋敷の佐々木さん、さっきの躍動感のやつは A さん、さっきの躍動感のやつは A さん、あ、躍動感のやつは A さんか、うん、A さん、どっちかな、あ、A さん女性の方でした。A さん女性の方でした。うんうん、ということはジョーカーさんがあそこで飛ぶっていうのを知ってたはずだ。あ、なんか来た。うん、俺もおさっぴも2人揃って動いてる感が出てるのがお気に入り。ね、こちらの方です。2人のやつね、うん。なるほどね。多分俺もそうなんじゃないのかな。うん、なるほど。やっぱり止まってないですよね、うん。ライブだからね、やっぱライブ感が出てる方のやっぱ写真、ね、いいのかなっていう。でかつこのごちゃごちゃしたレッツのステージで余計なものがあんまり映ってないっていうのがすごいと思う。まだね、それがね、うん、これも多分下が描くから撮らないと。そうだよね、これね、多分撮れないし、うん、このライトがかっこいいよね、うん、ピカってそう、真ん中入ってんのがね、これもちょっと照明当たってますみたいな感じがあってかっこいいかなと。あの、PA さんも映ってないしね。そう、PA さんも映ってない。 PA さんもちゃんと2人だけのね、そうそう、写真になってるから映ってないんでいい感じかなと。というわけで、うん、山吹、はい、このおさぴさんのお気に入り、はい、ジョーカーさんのお気に入り、そして2人のお気に入りということで3枚、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
や、いつも本当選ぶの大変ね、いい写真ばっかりで本当ありがたいよ。これさ、シックスって気に入ったの送ってくれてないよね。してないんだよ。ここの、うん、あの、と、遠く、ピッ、あ、ピッピ撮影わからないじゃあ、誰に送ってもらってもでも、ひときんさんは確認してるはず、うん、あの方が代表で交流してるので俺違うよおしっくじゃねえよ。じゃあ送ってくれたんで、とりあえずカーボン郵送バンド、はい、これなんで2枚、なんでこれ2枚あるんですか。え、個人とバンドじゃないの。個人とバンド、でも バンドは結局相談してないですね。うん、相談してない。今俺が独断と偏見で決めるまあ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 、リーダーだから ね、リーダーだからそれは構わないですけど、そこも任せてもらって、ね、一言欲しかったわ ね、じゃあ、どっちかですか。一枚、あの、ジャンプですね。ジャンプの方ですね。これは個人。いや、これも躍動感でしょ、はい、個人ですね、個人ですね俺は順号と同じみ躍動感でしょ。これ俺、大してジャンプできてないはずなのに、すんげー弾めたこと、すんげー高い位置でそれてるのは、すげーと思って結構飛んでるように見えるもんね。見えるね。ヤクルトぐらいしか飛んでないはずなのにそんなことないでしょ、そんなことないでしょ、そんなことない。これはだからじいさんですよね。あー、なるほどなるほど、うん、で、もう一枚の方が、もう一枚の方が、うん、あの、バンド全体として写ってるというか雰囲気的な感じ、あーが、うん、あの、みんながこれ歌ってる時のシーンなんですよ。ラー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 、俺がマイクを抜けてるから、はいはいはい、そう、あの、個人的にもで、弾きだけどバンド全員が、うん、あの、なんとなく写ってるっていう写真が、うん、なかなかなくて、そこの中でこれかな。一番最初にそこの画面に映ってた横のやつ、うん、はい、あれ私すごい全員映ってていいなと思ったのがあったんですけど、横に映ってたやつ、横で映ってて、うん、全員顔が映ってて、おさきさんがイエイみたいになってるやつ。そんなのあったっけ。あるあるあるんですよ。それがなんか全員超ニコニコしてて、誰のだろう。あ、ランちゃんだ。あー、ランちゃん、こんばんぽんこ、ありがとうございます。誰のだろう。ね、 S さんかな。あ、違う、何すか。 S さんじゃないかな、ちょっと待ってね。うちのバンド探すかね。 S さん、 G さんではないんだわ。あ、あれかな、ぽんこが手挙げてるやつかな。ぽんこが手挙げてる。でも挙げてないでしょ。挙げてないな。俺が手挙げてるやつ、グーで。そう、そう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 、カモンさんがグーで手挙げてて、全員が映ってて、キミッチもなんか超ニコニコしてて、おさきさんもイエーイみたいになってて、で、H さんも、ヒトキンさんも、ジョーカーさんも全員顔が綺麗に映ってるの。そうなんだ。俺、それが分かんなかった、気づかなかったな。で、ボーカルだけにこう光が当たってるのが多いんですけど、全員が均等に当たってるのがあって、H さん見つけたかもしれない。H さん見つけた。どれだ、見つからない。ちなみに誰さんが撮った作品、そう、誰が撮ったんだっけな。私それちょっと一旦ツイキャス切れば送れます。うちの2人ツイキャス切らなくても送れるのかな。大丈夫大丈夫、全部こっちにね、ダウンロードしてある。あ、待って、一通り俺も見たんだけどな、ちょっと待ってね、気づかなかったな。ここで写真を選択で、今これか、分かった、分かりました、うん、これか。今 LINE の方に送ります。AM さんだね。あれ AM さん、 AM さんじゃない、これ誰だかわからないんだけど、ね、これかもしんないね。うん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 、これかな。それはそれ、それです。あ、これだ、じいさんだ。じいさんか、じいさんだ、じいさんだって。これ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 、すごいね、みんな映ってるね、これね。でしょ、全員顔が見えてて、気づかなかったな、これは。なんか全員がもうなんかやりきったみたいな顔してるのがすごい良くて、はいはい、今映しました、今映しました。そう、これこれこれ、あ、これ、うん、違う、これじゃない、あ、それ、それじゃない。これ何の曲だろうね。私が歌ってるから。あ、確かにこれ顔全部映ってるね。でしょ、これいいね。しかもなんかみんななんか超ニコニコしてるのがすごいいいなと思って、うん、本当だね。もうなんかもうジョーカーさんですらなんかニヤニヤしたような顔してるしさ確かに
でも本当ライブの時皆さんすっごい楽しそうでこっちが見てて楽しくて、ね、選ばなかった理由が一つあって、何ですか、フラッシュ感が 強い感じがあって、あライブ感というよりはフラッシュ感を見て、うん、なるほどね、そうそう、ジョーカーがフラッシュ感強いんだよ、確かに当たってる感ありますね、そう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 、白くなってる、そうで多分選ばなかったんだよね、確かに多分みんな映ってる、全員映ってるという意味ではね、いいね、すごく見たけど気づかなかったな、うん、これはじいさん、いいね、だそうに、おじいちゃん、かりおじいちゃんって言ってますじいさん、はい、まあ、カモユーゾーバンドのお気に入り、はい、シックス、シックスお気に入りは そこ出してくれる、これ誰のですか、これ誰だろう、佐々木さん、S さん、S さん、S さん、 S さんねこれはシックス全体のお気に入りですか、知らねえ、じゃあその写真出しますね、はい、お願いします、そのちょっと手半開きな感じがいいよね、はい、これですね、はい、6、はい、お気に入りポイントをぜひ解説お願いします、俺が通行人さんお願いしますこれだってもうみおちゃんのあれだって表情そう、うん、これポーズはい、はい、完璧でしょこれ、どこの人だよ、これもう、これいいね、後ろの二人いらない、うん、いらない、うん、いんねんだよこれいいね、これピンをしたとき映ったらもう完璧、うん、ライトがそう、ライトはねちょっとあれだけど、うん、でもこれもすごい好き、うん、でもかつ三人ちゃんと映ってるっていうことね、うん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 、そうね、アーティスト感すごい出てるよねこれ、うん、でも後ろの3人いないんだべ、ね、後ろいねえよ後ろおっさんいねえよ、おっさんいねえよいいねこれ、これいいよこれ、これなんかあ、すごい出た、2画面になってた、あ、すごいすごいすごい、いつの間にか2画面になっておりました、ずっと出してましたよこっちで、じゃ見てなかっただけです、こっちで見てなかったでした、ごめんなさい、固まってました画面が、これは誰、あ、そうか、S さんか、 S さん、なるほど、じゃあこれ6全体のお気に入りの1枚、はい、ということで、ということでいいですかね、そうそうそう、はい、俺なんかね、みおちゃんのいいのなんか行こうと思います、あった、あった、また違うあったもう今掘り出しております、アップ、アップの、アップ、あの歌ってる時のみおちゃんの表情結構いいの、これかな、何枚かこれかな、今出してんだけど、はい、ちょっと待って、今ラグがあるんでまだ見えません、うん、タイムラグあるけど、こんな感じ、もういいな、これ誰ですか、ね、カモンさん選んだのは、これはですね、あ、でかくなっちゃった、あ、ちっちゃくなっちゃった落ちた、どこのマジシャンだよ、ごめんなさい、耳が、 A さんですね、 A さん、 A さん、 A さん、A さん、 A さんメンズ、はい、メンズの方ですね、あ、ダメだ、まだ映んない、あ、来た、ああ、これね、これいい、これいいよね、え、どう、自分で見て、勝手に発表してるけど本人選んでない何だろう、どうですか、見てみて、なんか自分の顔ってこんなんなんだろうそれは思う、それは思う、あ、俺ってこんな太ってんだな、なんか、あ、こういう感じなんだな、うん、でも、歌謡祭みたいな、この間も SNS やってましたけど、うん、アーティストの、そう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 、テレビ番組っぽい感じじゃないですか、バックが青いっていうか、うん、M ステっぽいいやでもすごいなんか、皆さんよく撮ってくださって本当にありがたかったですね、うんうんうん、そう、これだ、これもあるんだよ、なになに、みおちゃんはね、なに、どんどん歌ってるシーンがあるんです、歌ってるシーン、勝手にどんどん出してるね、そう、どれだろう、初見さんが見てくれてありがとうございます、ね、これかユーストと連動した番組です、うん、どれ、あ、今鳴らしました、今、うん、今映ってるからもうすぐ流れると思います、相手映ると思います、ちょっとタイムラグ、そうなんです、それじゃないのね、それだけどこれだけど、うん、俺はそれじゃない、なかなか出てこないねなかなか来ないな、うん、そうなんだ、それ止まってないよね、映像ね、止まってきた、あ、でもこっち、あ、出てきた、あ、これいい、あ、いいね、これは躍動感がある。いいですね。ギター持ってる限りそんな動けないけど、ボーカルだからマイクから離れられないけど、すごい表情出てるよね。うん、歌ってますっていうかしね。で、かつ、この目はつぶれてないけど、口にマイクがちゃんと当たってるっていうのが、すごいと思う。こっちの方がいいと思う。こっちの方がいいと思う。これね、これいいよね。これいい。これいい。いいね。誰お前。
あ、そうだ、すいません、今気づいたんですけど、私自分の一番のお気に入りひまわりバージョン送ってなかった。そう、来てないです。すいません、今送ります。こっちのみおちゃんかっこいいな、確かに、うん、歌ってます感がですね、すごく、うん、いいね、ザ・フロントマンって感じだし、うん、でも実はちょっと意識をしました。いただいていて、頑張るぞと思って。そうなんだ。いつもでもその大したことやってない。あーわ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 ー、スイキャス落下、ごめんなさい。何これ、どうしたらいいの、どうしたらいいの。え、でも何、カメラマンさんが今日はいるから普段よりも頑張ろうみたいな、頑張って歌おう、おで頑張って歌ってるところを撮ってくれたら嬉しいなっていうの。なるほどね、なるほどね、いいね、真面目だね。いいですね、いいですね。でも本番前かなり緊張してるとかって言ってたよね。いつもですね、緊張は本当に。でもそれが全然見えないのがすごい。見えないよね、本番全然見えないからさ。すごいよね。何やってんの。生きてるんです。携帯が生きてるんです。生きてるんです。すごい、はい、シーケス見てる人すごい目まわる。すいません、グワングワンですいません。すげえ音入ってるし、ゴンつって。ではじゃあひまわり、はい、次行きますか。どっちのから行きますか。ね、じゃあ君ちゃんのから、君ちゃんお気に入りから、はい、これですね、これですね、これ手元でやってもらう、チューニング、はいはいはい、チューニングしてるやつね、これね、これ A さん、 A さん女性、 A さん女性、もう君ちゃん A さん女性大絶賛だからね。あのね、なんだろう、今回に限ってはもうギターじゃん、うん、ギターもうそれしかやってないんだけど、あのチューニングってすっげえ大事じゃん。あのその音の基盤となるところじゃない、合わせてさ、そこをなんかこうバシッとね取ったっていうのが、なんかなんだろう、ギタリスト感が出てるというか、うん、職人感が出てるっていうのかながして、すごい俺はなんかね、自分のなんか今回のそのひまわりのこう立ち位置みたいなものをちゃんと映してくれたなと思った、うん、それは、そう、今回ね、半音下げがやるとかもあったし、ね、ところがあったしね、これ多分新曲の前だよね。そうだね、新曲半音下げなので、そうだから目立つ、今回別に俺目立たなくていいんだよ、ギター弾いてる時は。でもね、その中でなんだろう、ギタリストとして大事にしてるところをきちんと取ってくれたなと思って、あ、それがすごいグッときたな、うん、俺は。へえ。何それ。そこかみたいなね。そうそう、そう、ライブならではの光景ですよね、でもね。そう、確かに、うん、音になっちゃうと見れない場面じゃないですか。そこをあえて選んでこう映したっていうのが、うん、なんかねグッときたね、俺は。なるほど。分かってんなと思った。なるほど。うん、それですね、はい、というわけで君っちょのお気に入りは A さん女性の方の作品です、ね、うん、チューニングしてる方がいい。いつもねかっこいいの撮るんだわ。確かに前回も誰かが、あ、細谷さんだ、手元 A さん女性が撮ったのを選んでたね、うん、そう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 、ベースの手元そこ撮るかみたいな。そうだ、で女性目線もまたね違いますよね、萌えポイントが、うん、そう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 。またね、この、 あの露出とピントはね、やっぱカメラが、ね、うん、ないと撮れないよね、うん、iPhone じゃ撮れない、ね、撮れない撮れない、無理ですね、うん、確かにちょっと色気っぽいのは、うん、そこはかと、これともう一枚顔が写ってるのもあるんだよね。顔写ってるのはなんかちょっと違うなと思って、うん、違うというか、こう手元だけっていうのがすごくいい、うんうん、そう、なるほど、仕事してんなって感じ、うん、なるほどなるほどかな、うん、出しました、はい、はい、ではポンコの1枚はね、はい、今さっき送ったやつです、はい、の私だけが写ってるやつ、ものですね、もののやつですね、はい、これです。おエンさん男性セレクトのやつなんですけど、私ポートレートもやってて、こっちの方も撮られると、その歌ってる時の表情とモデルの時の表情のギャップは結構すごいんですよ。うん、割とキメキメで撮られるパターンが多い人間なので、
普通に歌ってるところを撮られても なんか面白くねえなみたいなっていうのがちょっとあって、私もみおちゃんみたいな躍動感のあるのが欲しいんですけど、あんまりそういうのがなくて、その中で歌ってるんだけどそれなりに雰囲気が出てて、うん、これ何の時だろうな、 MC なのかな。でもねこれね、ピントがもうピカイチですね、うん、ここっていうポイントですよね、うん、でまたこれね白黒にしたとこがいい、うん、なんか余計なものがこうなくなって、うん、ただそこにあった多分さっき君ちょと言ってた曲が終わった後であろう重苦しいひまわりの出しちゃった雰囲気がもわーんって見える感じがすごい。また劣化感がないところがすごい、ね、そう劣化感ないですよね桜のだっけ桜、うん、の後っぽいような気がする。あーそうかも。衣装は3曲目までの衣装なので多分そのぐらいだよね、うん、冬のひまわりか桜か、うん、熱か、うん、熱かのどれかなので。でも熱の時は私もっと多分顔が怖いと思うんで、多分熱ではないと思うんですよおそらく、うん、なんかこのなんだろうな、アーティストポンコとしてのアーシャを出すんだったらこれだったら歌ってる感じが出るかなっていうのがありました。でまた君長がいなくて一人でいるところもまたまあいいかなっていうのもあって選びました。これもザ・ポートレートというかライブ写真としてすごいかっこいいなと思って選んだ一枚ですね。 A さん男性です、ありがとうございました。でひまわりセレクトが君長も出してんだよね。いや君っちょの方が一応最終決定なんですけど、うん、私がさっき送った1枚もうちょっと捨てがたいんで送りました。じゃあどっちからいきますか。君っちょの方から、最終決定の方からお願いします、はい、これですね。これは A さん女性ですね、うん、これも完全に君っちょセレクトなので、うんうんうん、これはねまあなんか前もの撮影会の時も似たようなのがあったんだ、似たようなこと言ったんだけど、こう1枚の中に両方の割り振りというかがちゃんと映ってるなと思ったら、歌ってる方は歌に集中して、うん、ギターの方はギターに集中して、うん、そのユニット感というかそういうのがすごい出てるなと思ったのと、あとこう映ってるバランスがすごい良くて、これかなって俺は思いましたね、うん、ユニットで出すんだったらどっちかが明るくてどっちかが暗いってなってないのが良かったかな、うん、両方の明るさが同じぐらいで、うん、よく言えば私はトリミングしたいかな、ちょっとこの辺ちょっと切りたいかなっていうのはあるんですけど、うん、これ残念なのは後ろに俺が映ってないこといらないですね。PA さん映ってない、いらないいらない、そうひまわり感というかのがちょっと出てる、2人で映ってる中でね、うん、出てすごく綺麗だなと思って、あのギターがまたねちょっと反射してるのがいいんだよ、うん、ここの ねネックのね、うん、先っちょのところがピカッとして俺だったらこれだなって思いましたね、うん、私これともう一枚出してこっちはないなって、はい、俺はこっちの方がいいって君っちょが言ったんですけど、私がもうこれかっこよくねと思って忘れられなかったんで今ちょっとちゃっかり送ったのがこれです、はい、これですね。こういう撮り方をしてる人は他にいなかったんです。すごいこれ多重で撮ってるんですよね、うんうん、要は1枚目と2枚目を重ねて撮ってるんですけど、ちょっと君っちょの頭がちょっと若干透けすぎてて、なんかそうそうそうお化けみたいになってるんですけど、これフィルムでもやるんだけど結構ねあのフィルムの時は難しいんですよ、うん、半分隠して撮って、うん、そう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 で回さずに、うん、そのままそのままあと半分を隠して撮るんですよ。へえ、 それをデジタルでやってくれてて、うん、これあのね、ひまわりのデビューがレッツだったっていうのもあって、なんかなるほど、そう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 、後ろにここにこうレッツって多分意識して入れてくれたと思うんですよね、おそらく。で絶対この私たちが歌ってる状態でこのレッツのこれが入ることはなかったので、それをこの多重を使って組み合わせてくれたっていうのがあさすがだなと思って選びました。けどまあ確かに歌ってる感じとして言えば多分ね君中が言ってたそのバランスが取れてるっていうことだったんで一応向こうを選んだんですけど、私はこれもすごい、うん、A さん、うん、メンズの方の方の作品です、うんうん、これはこれでこうなんか1枚でもう完成されてるなっていう感じがしました。すいません、すごいな、すごいよね、すごいですよね。歌ってるとポンコはいつも目つぶっちゃうからねってガッチャンさんが言ってます、はい、じいさんが、そうです、じいさんが言ってます、はい、その通りです。
だからね絵にならなくなっちゃうんですけどね。なるほどね。これデジタルで撮るときどうやってんだろう。わかんないです。カメラマンさんにじゃカメラマンさんにぜひ聞いていて、ね、教えてください。後から合成してるのかな。どうやったらその場で多分やってるって言ってました。その場でやってる、うん、そうするとあのそれがすごいね。画面って確かもう多重になってる状態でプレビューで見られたはずなんで、そういうじゃあモードがあるんだね多分ね。多分あるんだと思います。で結構この A さんの男性の方は結構それを、うん、でかっこいい撮り方を、そうです。すげえカメラ欲しくなってきた。俺ね、一眼俺もフィルムでやってたから、あの結婚式の時にあのね新郎新婦が歩ってくシーンをこう半分手で隠して、うん、であと半分をあの新郎新婦が写ってたとこ隠して、あの聖火の あれをあの至近距離撮ったやつがで重ねてみたいな、そうそうそう、そんなことやったのになかなか難しいんですよ、うんうんうん、そう、それのがそんな簡単にできるんだったらいいな。というわけで全員発表していただきました。ありがとうございました。みんなの選んでるポイントがいろいろあって面白かったなと思うんですが、この選んでいただいた作品はぜひ皆さんこの今後のライブのですね宣材とか、まあ、撮影会のね宣材とかにぜひ使っていただければと思いますので、いろいろ広めてください、はい、よろしくお願いします、はい、でそうですね。じゃあもう一人ゲストが、ね、ゲストさんいらっしゃったので、ね、いらっしゃったんで、はい、あの青島さんがですね到着したので到着されましたので、はい、そこで映りますからね。会議やってたんですけど、あ、これで映ります。そこで映りますよ。はい、いらっしゃいませ。お疲れ様でした。ありがとうございます。会議室怒ってんじゃねえんだよ。現場で怒ってんなんで会議2時間半もやってお疲れ様でした。お疲れ様でした。たくみさんです、はいこちらで後ろの方にいた人ね。はい、ね、後ろの方にいた人、この中だから後ろの人も映りましたから。後ろの人も映ってますから、ね、ごめんなさい。見切れます。後ろにエイチさん若干顔色が持ってた。顔色がなんかスマホが見えねえぞって顔ちょっと映ってる。ちょっと映ってる。ちょっと映ってる。さっきからずっとこうなってる。そうそうそう、あれ今じいさんがこれ何じいさんはこれ追加で画像を上げてきて、あ、ほんとだ、うん、何を今さら、ね、何だって、あ、これいいよ、これいいよ、あ、かっこいいね。さっきほら言ってたあの照明がそう後ろ光ってたポイントで、うん、全くなんで早く出すの。じいさんはね、アップすんのがいつもギリギリなんだギリギリも何もだよね。そうなんですよ。え、どこにアップしてきた。あ、これね、 PP 撮影会のとこ2枚今あげてくれました。発表します。これ発表します。どっち、まあ、それ私よく見れねえから。あ、本当だ。見れる人で見れる人でどっちもいいね。あーなるほど。あーなるほど。こっちだこっちだよね。じゃあ、こっちだよね。あの1枚目の方ですかね。1枚目の方、1枚目の方、1枚目の方、じゃあ、うんうん、じゃあしますか、うん、俺すげえできる人じゃない、このスピードで出せるって、ね、ありがとう。リアルタイムですぐ出していただいて、ね、すぐ出していただいて素晴らしいつってまた出てんだけど1枚目の方か、はい、あとどっちだこれ、こっちか、下向いてるやつか、うん、じゃない方じゃない方、上向いてる方、1枚目こっちか、これか、はい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 、出ました出ましたよ、じいさんありがとうございます。ピンが微妙だったから、あ、ピンが微妙だったからあげなかったんだ。あ、なるほど、うん、なるほどね。でもこれ構図はすごいかっこいいですね、うん、ね、あ、こっちにもなんか送られてきた。
だって携帯してなんかカメラマンさんから今どしどし送られてきてんですけど、今 S さんからも1枚おまけっていうのが送られてきたんですけど、パソコン大丈夫かな。あ、マイクのみ。おお、あ、でも奥になんかぼやっと奥にぼやっと帽子をかぶった、これ多分ジョーカーさんのおさっきさんじゃない、うん、あ、山吹山吹じゃない、帽子をかぶった方が。あ、そうだ。それは何で送られてきたの。メールです。メールです。ごめんなさい、載せられないんですけど、はい、あ、でもなんかこういうのもいいね。いいですね、準備中っていう、うん、あのぜひカメラマンの皆様ですね、あのまだみんな結構見てますので、グループの方に、うん、甘いかなと思ったやつとか、そのね、これとかもよかったら送っていただいて。そう、全然ね、こういう方のがなんかライブの感じがして、うん、かっこいいと思います、ね、そう、やっぱりつい言われると、選んでって言われると自分が映ってたり、そういう、うん、なんだろうね、うん、自分が入ってるものを選んじゃうから、うんうんうん、ですよね。今みたいのとかもこうなんか、あの一風景みたいな、そうこういうのとかもね、かっこいいの。あ、そう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 。いや俺、いやこれ引いたら俺映んだなと思って。映るんですか。映ってます。俺映ってました。浜さん毛も可愛いですね。あ、か、かわいいですか。かわいい。よくわかんないけど。というわけで、水曜ポンカス TV 全ての発表が終わりましたので、だいたい1時間半超えてきましたので、はい、そろそろ締めたいと思います。はい、たくみさん来たばっかりなので、もう番組終わっちゃってごめんなさい。はい、すいません。この後はですね、ツイキャスで、携帯見てるだけじゃん。居酒屋ポンコをやるかやらないか分かりませんが、あの暇な方はお付き合いください、はい、じゃあせっかく皆さんいろいろね出ていただいたので、一言ずつなんかこのね、まあ、カメラマンさんにでもリスナーの方にでもですね、ちょっと一言ずついただいて最後終わりにしたいなと思います。話したら今ね、はい、じゃあ北順に、はい、今回PP 撮影会初めて参加させていただいて、カメラマンさんにたくさん写真を撮っていただいて、素敵なお写真本当にたくさんあって、その中から選んだ5枚だったんですけど、またこれからも参加していけたらと、はい、ぜひそうですね、参加していけたらと思うので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。では次来た俺、はい、いやー、ほんと毎回毎回ね、いい写真ね、いっぱいたくさん撮ってもらっちゃって、俺モデルじゃないんだよ。バンドマンなのにさ、はい、ね、ああいう風になかなかね、ないからね、ありがたいですよね。なかなかね、かっこいい写真撮ってもらえるっていうの、そう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 、でもさっきかっこいいから大丈夫。いや、そんなこと、なんだてちょっとね、生意気になってヒゲ伸ばしてということで、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、キミチョ。あー、なんだろう、こうやって写真撮ってもらえると、こう自分がどういう風にこうライブをやってるかっていうのが分かるから、なんかこう、なんだろうね、自分も意識するよね、人に見られるとか、自分の演奏に関してもそのもっと良くしよう、もっと良くするためにはどうしたらいいだろうとか、それは服装であったりとかさ、まあこの動きとかもそうなんだけど、うん、なんかそういうのが改めてこう形として見れたのがすごい良かったなと思います、ね、うん、客観的に、そうだね、あの細かいとこもね、うん、さっきの手元じゃないけどね、うん、ああいうとこもこう見てる人もいるんだとか、こう、うん、分かるもんね、ああいうふうに残ると、まあ、撮っていただいて、まあ、もう作品として残ったのも、まあ、ありがたいですし、そのなん自分自身もなんかこうもっと意識しなきゃいけないところがたくさんあるんだなと思ったんで、すごく勉強になったところがたくさんあります。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたしました。じゃあ、みおちゃんいかがでしたか。はい、私も初めての PP 撮影会のライブに出演させていただいたんですけども、やっぱりその本格的なカメラがいくつも入って撮っていただくっていう経験はもう多分初めてだったので、もう緊張もそうだったんですけども、なんかもっとこういう風に動いたりしてみたらよかったかなとかっていう点も見つかって、今度はもし今度ぜひ参加させていただいたら、ジョーカーさんみたくもうちょっと動いて、おーかっこいい、ジャンプする、ジャンプする飛んじゃう思ったりしました。なのでぜひまた
あの参加させていただける機会がありましたら、ひまわりから覚えてとけよから次は選べてやるからだから、ひまわり覚えとけよ次は選ばれてやるからなだそうです。ごめんなさい。え、でも、はい、え、今度みゆちゃんモデルとしてね、はい、さっきもなんか世界の方に行って、ね、ぜひあったしよ。じゃあぜひよろしくお願いします。おお、カメラマンの皆さんやりました、モデルさんやりました、新人誕生、新人誕生です。その時はぜひよろしくお願いします。じゃあ、あ、青島か、青島です。だいぶ遅れてきて、あの話がこっちとこっち、あ、こっちね。はい、まあ、シックスの方で今回ね、あの、まあ、一応女性アーティストというところで、まあ、みよちゃんメインなところあったのかもしれませんが、まあ、参加させていただいてありがとうございます。とんでもない。で、まあ、前回もお客さんとして、ちょっと見させていただいて、みんなのこうね、あのモデルさんもはじめバンドのね、みんなの写真見てもすごくこうなんか絵になるというか、で改めて僕ら見て、まあ、僕ら見てっていうか、まあ、みゆちゃんとはねやっぱりそれなりのね、それなりつよ、ごめん、あのうちの看板なんですごくよく写ってるんですけど、やっぱ自分、も比べてみるとやっぱりなんかこうやっぱりみんなのがやっぱ輝いてるなっていうのがあって、そんなことない、そんなことないよ、すげえかっこいいなって。いや申し訳ないけど、女性ボーカルにしちゃったのはまずかったね。絶対そっち行くもんね。絶対そっち行くもん。ボーカルで、まあ、みおちゃんバーンと遊ぶ、ね、もうみおちゃん絶対行くもん。でも最初組んだ時に、ね、やっぱりこのジジイが周り固めて、あの真ん中でこう若い子がガンガン歌うっていうのも最初あったんで、ね、うん、それはそれでいいけど、やっぱりみんなのようにね、おさっぴさんとかね、すげえ絵になってたし、やっぱかっこいいし、やっぱそんな風に、次回もし、はい、機会ありましたら、お呼びいただければ、ちょっとはこうね、撮ってもらえるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。あの、いちさん、一言をお願いしていいですかね。いや、何よ。ただの酔っ払いな。じゃあ、この時に7名様だから、でも7万5000円ね。いや、7万5000円請求されてます、スタジオ内を。よろしく頼むでよ。わかりました、ごめんなさい。体で払います。よし、みんな体払え。そこにいちさんでした。じゃあと、カモさん。はい、いや、もう本当ね、あのメンバーに僕は感謝ですね。その上で、あのね、あのすげえなかなかない機会を写真に残してもらったんで、本当ありがたいなと思ってね、あのまあでもまたやりたいなと思いますね。ですね、やりたいですね。またその時はね、あのもっと痩せてね。あのそうすげえね、あ、やっぱ痩せてたらダメだなと思いながらね、あのもっと縁になるようなボーカルになろうと思う。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ミワさんがね、ピースサインでこうやってるカモさんに、あーって手振っちゃいましたってメールが来ました。もう一回というわけで、皆さんご参加いただいて本当にありがとうございました。カメラマンの皆さん、モデルさん、本当にありがとうございました。またね、次いつできるかは分かりませんが、またそのうちできればいいなと思いますので、よろしくお願いします。17日は絶対行きますよ。あ、その話しとこう。あ、ありがとうございます。ですね、12月17日土曜日、はい、はい、ラブ&ピースインウィンターというライブで、はい、今回出演したですね、カモユーゾバンド出ないんですけど、はい、カモさんがソロ出ます。ソロワークスです。はい、あ、間違って写真出しちゃった。そしてひまわりももちろん出ます。そして君っちょ一人でも出ます。出ます。そしてザ・シックさんも出演されます。おさぴは、おさぴさんはどっかにいます。そう、あのどっかにいや、もうスペシャルゲストとしても何後ろで叩く。いや、これおさぴさん後ろで書こうと。違う違う、だってまだ言えないもん。なんだよそれ。何これ仕込んでるのかな。いや、仕込んでない。
というわけで、この面々がわらわらと出るライブがですね、12月17日に行われます。ラブ&ピースウィンターということで、はい、場所が那須にありますエコガレージ森屋さんです。正確には那須塩原市。那須塩原市、ごめんなさい、ね。アウトレットの近くになります。アウトレットの近くにありますので、はい、当日来ていただいてもいいんですけど、行けるよという方はですね、ぜひ那須ウェーブか、この水曜ポンコス TV のアドレスまで参加表明していただけると、メンバーモチベーション上がって大変喜びますので、まあ、Facebook やってる人も参加、ね、そう参加のボタンを参加するってクリックして押していただける興味あるじゃなくてね、はい、参加ね参加する興味ありはねなんかねもやっとしますもやっとする来るか来ねえかどっちなんだって感じになるので、うん、ぜひ、ね、参加ボタンを押していただいて、はい、だいたい1時ぐらいから大体じゃないよ1時から1時から12時オープンの1時スタート12時オープン1時スタートで、7時ぐらいまでやってもらっていたいまあなんとなくアバウトだけどそこまでアバウトなイベントじゃないごめんちゃんと1時から始まりますはい1時から始まりまして、はい結構長丁場で夜まで長いことやろうかと、はい、ああなるほどごめんなさいポンコさん次はストロボどこに置いていいとかの情報が先に欲しいということなんですが光の当て具合がそうですね。あの多分置く三脚でストロボ持ってきたんですよね。三脚にストロボくっつけて、あのそういうのはあの自由です。どこでも大丈夫なんで、はい、ぜひ次回もまた17日もよかったら写真撮りに来てください。もうあのストロボ自由に置いてもらって、はい、ストロボ自由に置いていただいて。どこでもいいということで実際から OK が出ましたので、はいカメラマンの方もねぜひ来て写真撮っていただけると喜ぶと思いますので、ねはい、12月17日もお待ちしております。はい、というわけで水曜ポンコス TV 長丁場どうもありがとうございました。お疲れ様でした。次回の番組は多分21日にですねほとんど録画という状態でお送りすることになるかと思いますが、はい、それもちょっと特別な番組になりますのでなんかよろしくお願いします。はい、はい撮影編集鴨雄三で収録行ってきた番組をね、はい、特番撮ってありますので、はい、特番撮ってありますのでぜひ次はね、女の子にはぜひ見ていただきたい。あもう全然コスメです、はいコスメね。そうですコスメ。コスメ。コスメってまた何かと。私コスプレって聞こえちゃう。コスプレしてないと思ってコスメで。コスメのネタですのでね、はい、ぜひ女性の方見ていただいて、すごい参考になる番組やと思いますので、ぜひ見てください。では、水曜ポンコス TV、これで終了となりますので。記念撮影しますか。記念撮影しましょう。あの、青いカメラに向かって。はい、映ってんかなこれ。映ってんの。はい。はい、行きます。はい、チーズ。もう一回いきます、はい、待って、はいはい、これ忘れたはい、いきます、はい、チーズ。はい、OK でーす、はい、では、水曜ポンコス TV どうもが最後までありがとうございました。では、皆さん、おやすみなさい。またねー、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます腹減った。はい、終了です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうお腹すいちゃってさ、お腹すいちゃってさ